イギリス海軍のラットルスネークスペイン海軍のデストラクター水雷砲艦は水雷兵器を主兵装とする砲艦。当初は外洋での水雷襲撃を担う水雷巡洋艦の小型版と位置づけられており、排水量でいえば水雷巡洋艦は概ね1000トン前後、水雷砲艦は500トン前後であったが厳密な区別ではなかった。 1880年代後半からは、味方の主力艦を護衛して水雷艇を撃退することも重視されるようになったが、最終的には水雷艇を発展させた駆逐艦にとって変わられた。19世紀後半には、艦法の技術が発達していったが、同時並行して装甲技術も発達していたためにその効果があまり上がらず、重砲でも大型の装甲艦を撃破することは、 難しくなっていた。一方、この時期には、水雷兵器も発達し、イギリス海軍は1872年に、ホワイトヘッド式魚雷を採用して、まず当時のフリーゲートに装備した。ロト戦争中の1878年には、ロシア帝国海軍のマカロフ隊が指揮する、関西水雷艇が、オスマン帝国海軍の砲艦を襲撃し、イギリスから輸入した。 ホワイトヘッド式魚雷によって、これを撃沈したことで、史上初の魚雷による戦火が記録された。水雷兵器は、当初は既存の艦艇に搭載する形で装備化が進められたが、後には、最初からこれを搭載した、心臓艦艇も登場した。近海域では小型、軽快な水雷艇が用いられた一方、外洋域では、高用性を確保できるようにある。 程度大型の水雷巡洋艦が用いられた。しかし当時の魚雷の性能では目標に数百メートルまで接近する必要があったが、巡洋艦ではそのような肉迫攻撃に必要な隠密性や機動力が足りず、一方で巡洋艦としては艦型が小さいために高揚性も決して十分ではなかったため、やや中途半端な存在でもあった。このことから、 高揚性を確保しつつ艦型を圧縮した魚雷搭載艦が模索されることになった。イギリス海軍では、まず1884から85年度計画で、防護巡洋艦を縮小した、設計のカール級砲水雷艦を建造しており、イギリス水雷砲艦の先駆者と位置づけられている。続いてより小型、高速の艦が検討されるようになり、当初は、 水雷艇捕獲艦と称されていたが、1885年11月より水雷砲艦と称されるようになった。そのプロトタイプとして建造されたのが、ラットルスネークであり、イギリス海軍における水雷砲艦の講師となった。これに続いて、グラスホッパー級、シャープシューター級、アラーム級、ドライアド級と順次に整備が進められていった。 また大陸ヨーロッパで水雷艇が普及するとともに、これらの襲撃から主力艦を防護する役割も与えられるようになっていった。しかしこれらは外洋での高揚性が十分でなく、また小型の艦に大出力の機関を搭載するため、振動などのトラブルが絶えなかった。一方、敵の水雷艇の攻撃を防ぐには、より大型、強力な水雷艇をもってするのが、 効果的であるという考え方で登場したのが、水雷艇駆逐艦であり、イギリス海軍が1892年度計画で建造した、ハボックと、レアリングが、短所となった。これらは後に単に駆逐艦と呼ばれるようになったが、当時の、いかなる水雷艇よりも大型、強力かつ高速であり、後には、水雷巡洋艦や水雷砲艦に代わって、 外洋域での水雷襲撃も担当するようになっていった。ありがとうございます。